2017年1月22日、晴天かな、三大山にこれから登りに行きます。パーティー6名ですね。スプリットボード1名、ボーダー2名、スキーヤー3名で行ってきます。三段山山頂に来ました。あ、残念ながらぐらいはないいい中道ですね。ちゃんと標高見て残念ながらご覧の通り真っ白でございます。真っ白でございます。視界良好。こっち側です。登り3時間ぐらいで雪が、パウダーが全然なくてカリカリな斜面です。
した。はい。